はい、どうも、こんにちは。神風よろです。今回はね、ミラージュ君を使っていくってことでね。はーい。まあ、ミラージュの特徴なんですけれども、はい、どうも、こんにちは。神風よろです。今回はね、ミラージュ君を使っていくんですけれども、ミラージュ君の特徴をね、紹介していきますということでね。まあ、どこが一番特徴かっていうと、なかなか難しいですけどね。まあ、初めてのね、多分ね、中距離ミサイルかな？中距離のね、指導ミサイルがね、使いますっていうことでね。これ実はね、まあ、一発しか撃てないんですよね。一発ってか、なんか、同時に一発しか撃てないんですよね。はい。で、まあ、敵に当たるまでずっとね、敵をね、ロックし続けないとね、まあ、当たらないんですよ。はい、どうも、こんにちは。神風よろです。今回はね、ミラージュ君を使っていくということでね。はい。ミラージュ M3 君を使っていくということでね。はい。M3 なんかな、わかんないけど。で、この機体の特徴はね、まあ、初めてなんかな、と思いつつ、初めて使うね、中距離ね、のね、指導ミサイルなんかな、と思いつつね。はい。うん。このミサイルの特徴はね、まあ、一発しか同時に発射できないんですよね。で、発射したミサイルはね、まあ、敵をロックしすぎないとね、当たらないんですよね。はい。だ途中でね、敵と違う方向向いちゃうと当たらないんですよね。だからその点ちょっとね、まあ、だるいというかね。まあ、この赤外線ミサイルと比べるとね、まあ、少しめんどくさいね、ミサイルでございますね。はい。結構ね、そういうのにね、まあ、制限されるのね。はい。で、ペナルティとかはね、まあ、ステルスとかだとね、まあ、射程が短くなる感じですかね。はい。ダメージに関してはね、140とね、やっぱり中距離ミサイルの方がね、やっぱダメージ高いですね。はーい。で、範囲も 7.5km でね、まあ中距離発射ミサイルとしてはかなりね、まあ長い方かなと思いつつね。はーい。で、機関砲はこんな感じでございますね。まあ、DPS ですけれども、かなり出てますね。はい。356なんでね。はーい。なので、基準もかなり強い機体なんですよね、この機体はね。はーい。まあ、F100 よりちょっと強いぐらいかなと思いつつね。で、あと特徴としてはね、デルタ力ありますね。減速するとね、まあ、曲がりやすくなるんですよ、めちゃくちゃね。だから結構、これね、まあ、当てるのが結構強いですね。はい。機銃をね、はい。当てるのが強いです、ということでね。で、他にはね、クルージングコードってありまして、まあ、1500から3000メートルの間はね、まあ、速度は速くなるんですけど、あんまり私はこれに恩恵受けたことはあんまないんで、まあ、おまけ程度の感じですかね。はい。ということで、早速、このミラージュ君を使っていきましょうってやっていきましょう。はい、と、一瞬やってまいりましょうということでね、はーい。勝てるのかな？結構久しぶりだからな。で、F5 多いね、F5 が。ああ、でも味方が F5 多いだ、F5 が多いだけだからな。味方に F が多いと。なるほどね。まあ、F5 もね、まあ、まあ、機動性はあるんでね、まあ、その点はいいんですけど、曲がりやすいんでね、はい。旋回速度が速いんで、曲がりやすいのはいいんですけれどって感じですね。まあ、いけ。伸び弦。伸び弦じゃないわ。ビゲン君ですね、はい。J37 君ですね、はい。なんかね、ビゲン君ね、いつも伸び弦って言っちゃうんですよね、はい。覚え間違えて怖いですね。はい。覚え間違えてね。はい。で、さっきみたいな感じにね、まあ、機銃だと結構瞬殺できる感じでございますね。まあ、さっきはね、まあ、J37 君にね、まあ、にもね、相打ちになったわけですけれどもね。はい。まあ、J37 君はね、機銃のね、射程が長いんでね。はい。そうって結構強いですね。はい。で、近くに F5 君が来そうな感じがするので。来るかな？来た。あー、だけどな、曲がりきれなかったな。いやー、ちょっと怖いな。どうしようかな。してみますね。当たんないね。また、あー、でも J 君な、射程長いからな。基準も。なんとか、まあ、相打ちになりましたね。はい。まあ、で、相打ちじゃね、やっぱりね、まあ、キルデスが同じですからね。はい。もうちょっとキル取りたい感じですけれどもね。はい。で、こんな感じ、照射点ミサイルの方はね、こんな感じに。まあ、ロックオンしてね。で、当たる前にね、ロックオンしすぎないと当たらないんでね、はい。
で、同時に発射できるのも一発だけですから、結構制限が多いね。まあ、ミサイルですね。はい。なのでね、まあ、赤外線ミサイルは使いづらいんですけど、でも強いです、普通に。OK、撃破。さてさて。で、ちょっとなんかね、燃料がないな。アフターバーナーね、結構ふんだんに使いたいんですけど、燃料がなさすぎて死んじゃうわ。こいつ狙ってもな。で、こいつですね、やっぱ狙うな。あー、オッケー、撃破、ナイス。まあ、やっぱ FO 君はね、体力少なめなんでね、やっぱ狙いたかったんですけどね、ちゃんと撃破できましたね、と思いつつ、と思いつつ敵強すぎないか、ちょっと。おい、敵強すぎないか。普通にやってるだけなんかね、もう、6キルぐらい差ついてんだけど。特にわしがめちゃくちゃ弱いわけでもないし。マジかよ。いやー、これは痛いな。オッケー、逃げる。あー、逃げれなかったか、マジか。避けれませんでしたね、ちょっと。まあ、ちょっと手動ミサイルはちょっと避け辛いんかな、どうなんだろうな、わかんないんだけど。まあ、けど、やっぱチャフっていうか、フレアタクタイミングが結構重要なんですかね、と思いつつ。はい、ということで、まあ、1試合目こんな感じでございましょうかね、と思いつつ。また充電がないことを露呈してしまいましたけれどもね、はい。まあ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 、まあ、今回はね、JA ね、37の人がね、強かった感じですかね、はい。あー、でも敵もみんな強いな。なるほどね、なるほど、なるほど。はい、ということでね。まあ、こんなもんですかね、はい。まあ、機銃は強いんでね、はい。まあ、やっぱり、機銃が好きな人は結構面白いね、期待じゃないかなと思いつつね。はい、ということで2試合目やってまいりましょう。はい、ということで2試合目やってまいりましょうということでね、はい。一瞬噛んじゃったなと思いつつ、やってまいりましょうということでね、はい。まあ、さっきの試合はね、まあ、一応ね、切るの方が上だったんですけどね、なかなか厳しい展開でしたね。はい。ということで、今回はね、機銃でどんどん殺していきたいんですけど、燃料がね、最初がアフターバーンの焚きすぎるせいで、ね、燃料ねえわ。で、こんな感じに今減速したんですけど、あー、死ぬ。こんな感じでぶつかったらちゃんとね、ダメージ受けますよ。気をつけてくださいね。多分今ぶつかったせいで死んだな。まあそんなこともありますよと思いつつ。はい。で、まあ、遠距離の時はね、ちゃんとね、中距離ミサイルを使いましょうかということでね。はい。まあ、中距離ミサイルも結構かなりね、遠きますからね。この中距離ミサイルは 7.5 キロなんでね。はい。まあ5キロとかの中距離ミサイルもあるんでね、それと比べるとだいぶ広いですね、と思いつつ。で、あそこにミグ19くんがいらっしゃる。うん、あそこに JA くんもいらっしゃるね。あ、OK、JA くん狙いましょうか。OK、OK、OK。あー、でももう。奇獣だ、奇獣の出番。あー。でね、減速するとこんな感じに速くなるんですけど。あー、まあ、わかりにくいかな、ちょっと。速くなるんですよね。設定するからね。はい。いやー。だ一応ね、まあ、キルアシストしてくれましたか。はい。で、どうしよっかな。ちょっと今なんか多分デスの方が多いよね。指導ミサイルも結構強いんですけど、やっぱり味方に先やられちゃったりしますからね。やっぱり、ね、OK でちゃんとやっていきましたね、今回は。ちょっとキルパクっぽかったけど、仕方ないですね。まあ今、相打ちですかね。はーい。まあ仕方ないですね。まあ J37 くんね、まあ奇襲のダメージが強いわけないんですけどね。やっぱ射程がね、なかなかあるんで、まあ厳しいもんありますよね。あとちゃんとミサイル撃ってきますしね。はーい。で、はい。中級ミサイル撃ってきますかと思いつつ。おっと逃げますか。ミグ19くん撃ってきてるのかな。そんな感じはしなくもないけど。はい、当たるかなこれ。この、ミサイル。当たんない。ちょ、待って。またね、ネイルを使い切ったわ。ダメだ。で、撃ちます。おい。おい。
撃て撃て。逃げる。あれがダメか、これ。ああ、ダメだ。いや、厳しいね。中距離レーダーですか。はーい。いやー、ミサイル飛んできてるからね。なんとかしたかったんだけどね。したかったんだけどね。まあ、どうしようもないですね。なんか、ミグね、19軍がなんか行きますね。はい。で、隠れたから多分、さすがにもう、切れてるかな。うん、切れてますね。はい。まあ、こんな感じにね、中距離ミサイルはね、影に隠れられるとね、まあ、切れちゃうんでね、ロックオンが。まあね、仕方ないですけれども。まあもちろんね、他のやつでもね、ちゃんと切れるんですけど。うえー、逃げるんだよ。オッケー。で、あと18対19とか2キルしなきゃいけないんだな、我々は。大丈夫かな ?2 キルできるかな。で、あとはこの、オッケー、アシスト。で、なんか、上にいるんじゃない?いるね。じゃあ、地中でやりたい。うせやろマジかー。ギリギリ味方やられちゃいましたね、はーい。いやー惜しいですね、はーい。はい、ということでこんな感じですかね、はーい。いやー、3位ですか、はーい。まあ5キルで、まあ一応キルの方が多いかなって感じでございましょうかね。なかなか難しいですけれども。はい、ということでね、次は最後の試合、3試合目やっていきましょう。やっていきましょう。はい、ということで最後の試合やってみましょうということでね。はい。まあ最後の試合ぐらい活躍したいんですけれども。まあ、でもさっきからまあね、そこまで悪い戦績ではないんでね。はい。と思いつつね、やってまいりましょうということでね。はい。機銃をどうやって当てるかですかね。まあ。で、やっぱり燃料、アフターバナー最初で炊きすぎずにね、ちゃんと残していくのはいいと思うんですけどね。相変わらず炊きすぎますね。はい。まあ減速して集めましょうか。で、どこにいるんだ、敵。あー、下にいるのか。なるほどね。狙うか。自分いつも上に行っちゃうんですけどね。一応下にも空洞ありまして、そこにね、敵が結構いることはあるんでね。で、これさすがに当たるんじゃない?この中距離ミサイル。当たっていくね。けど今のはね、はい。おい、逃げるぞ。あー、でもこっちへ行く。オッケー、撃破。いいね。やっぱ機銃強いですね、ちゃんと。死ぬ。機銃は強かった。死んじゃいましたね。はい。さっき多分ね、F100 くんやったかな。はい。F100 くんやったかなと思いつつね。はい。いやー、結構やっぱ機銃強いですね。はい。F100 も結構強いんですけれどもね。はい。ちゃんとね、強いです。逃げましょうか。はい。さすがに。じゃあ、その F100 くんがいらっしゃいますね。でもさすがにここから中級ミサイル撃っても当たんなさそうですね、と思いつつ。で、A4 くんですね。A4 くんは、オッケー、ちゃんとミサイルやりましたね、はい。多分じゃなくて、普通に機銃のね、体勢があるんでね、ちゃんとしてるんですけど、オッケー、ということで、ちゃんと機銃やりましたね、はい。やっぱ機銃自体はやっぱちゃんと強いですね。で、なんかちゃんと、なんか後ろから撃ってきそうで怖いですね、なんか、機体が。多分あれ F100 くんですよね。で、なんか F14 くんもいるの怖いな。お、いるぞ。あー、でも、まあちょっと F、どうしようかな。F100 くんもちょっと倒したいんだけど。倒したい気持ちは山、オッケー倒してたな、オッケー撃破。で、あのね、F14 くん怖いんだよな。なんか無双してそうで怖い。で、撃ちますか、はい。オッケー撃破。で、確かにアフターバーナーの時間自体はね、F100 くんより低いんで、結構、アフターバーじゃないわ。機銃のオーバーヒートの時間がね、はい、4.9 秒なんで。確か4.9秒ぐらいなかったかな。そんぐらいの時間なんでね。F100 クイーンはね、やっぱり、オーバーヒートしやすいですね。はい。OK、撃破。では、相打ちですね。はい。まあ、けど、7キル2レースなんで、結構いい戦果でございますね。はい。さて、さて、どうしましょうか。F14 くんも、J35 くんもいますね。はい。まあ一旦遠距離ミサイルじゃなくて中距離ミサイル撃ってきますけどね。はい。感覚的には全然遠距離ミサイルって言ってもいいぐらいのね、距離あるんですけどね。で、遠距離ミサイルとかだとやっぱレーダーになってきますからね。レーダーくん強いんですよね。やばい。オーバーヒーローにね、なんか燃料がなくなってましたね。はい。敵がどこにいらっしゃる。まずい。上向きながらね、やっちゃうとね、結構失速しちゃうんです。痛い。
はい、ということで、そうそう、終わりましたね。はーい。まあ、こんなもんでございましょうかね。はーい。まあ、やっぱり中距離ミサイルがついても結構いいですし、まだ 7.5 キロあるのね。まあ、何よりやっぱ機銃が強いのは、やっぱり機銃が好きな人がね、おすすめじゃないでしょうかね、と思いつつね。はーい。まあ、もちろんこいつの乗用艦みたいな存在はあるんですけども、最初にしてはかなり強い機体じゃないかなと思いつつね。はーい。まあ、最初の機体とかだとやっぱ機銃が結構強かったりしますしね。はーい。まあ、赤外線ミサイルも強いのもあるにはあるんですけれども、やっぱりね、ちゃんと機銃が強いね、機体使いたいですよね、ということで。まあ、機銃が好きな人はね、ぜひ使ってみてくださいということでね。まあ、減速したら結構曲がりやすいんで、まあ、敵を追いかけるときもね、まあ、減速して、早く旋回するっていうのが結構強かったりしますね、ということで。今回はミラージュ君使ってきましたので、ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。